はい、今日はなんと年に1回の、お祭りの日に重なりました。外はすごい人たちが溢れかえってます。部屋からの景色です。まるで、旅の最後を、歓迎するように、花火が鳴ってます。一人もいいけどやっぱり、みんなと分かち合うと楽しさは何百倍にもなるような感じがします。一人旅も面白いけど分かち合いの旅が僕は好きです。カンボジアありがとう、最高。